はい、えー。今回、えっ、ー、と、フォームですね。フォームからちょっと質問いただいたので回答していきたいと思います。えー、吉谷拓郎公式ブログの、吉谷拓郎公式ブログのお問い合わせフォームですね。えー、っと、質問させてくださいと。先日3月2日セミナー中止動画についてです。とても良いアイデアありがとうございますと。その中で光の当て方のお話で、いろいろな光の当て方があるとおっしゃっておりました。 そのため書店に行ったりしていろんな光の当て方を見,たらえ見ていたらご提案いただきましたと僕もおっしゃる通りだと思います以前から書店でどんな題名の本があるかリサーチをしていましたとただ僕はテニスのコーチですそのため光の当て方が自分寄りで顧客のニーズに合ってないこともあああ多々あります えー、そうした時できるだけニュートラルで見るためのトレーニングや吉谷さんがやられてる意識することがありましたら教えてくれませんかと。うん <laughs> 難しい質問ですね。ニ要はお客さんのニーズがお客さんのニーズとその光の当て方をマッチングさせればいいんで。 要はお客さんのニーズっていう点を知る。お客さんのニーズという点を知る。じゃあその世の中にあるいろんな光、まあ本のタイトルとかいっぱいあるじゃないですか。別にまあ本屋に行くっていうのがリアルではまあ生でこう見れるんであれですけど、アマゾン検索者は無限に出てきますから。アマゾン検索者は結構かなり無限に出てきますから。だから普通にお客さんのニーズと、じゃあこのニーズに対して、このニーズ、こういうお客さんに対して世の中ではどういう本が出てるのかアマゾンで検索。もうすぐですよ。 で、そこに対して、じゃあこれで、えー、マッチングさせてみようみたいな。で、あとは販売してみるだけですね。あとは売れるか売れないかは販売してみないと分かんないですから。うん。ニュートラルで見るというよりかは、うんお客さんのニーズと、えー、その、えー、光の当て方うん、見せ方。まあ本。だからぶっちゃけると、今本、本もいっぱい出てますけど、 もう言い方伝え方伝えてるだけでですからねマジでもう毎回毎回本出てきますけど本当に言い方伝え方を書いてるだけですタイトルを、うん、中身はか大したら変わんないでしょ <laughs> 中身本当に変わんないですうんそうだけど切り口を変えると新しく見えるっていうねこう切り口変えると新しく見えちゃうんですよ ということでまあ意識するというよりかはニュートラルで見るというよりかはお客さんのニーズとその市場にあるもの出てるもの売れてるものをどうマッチングさせるのかでマッチングさせたあとは売ってみるで最初はですよこうだって分かんないかもしれないですこれでこれかなみたいなねでもそれをまず出してみるってことです要はこの質問っていうのは出してないうん,ん出してない前の段階なんで あの、コンテンツビジネスっていうのは、うん僕は、すぐ出すことが大事だと思ってるんで、もちろんコンセプトとかね、見せ方とか大事ですよ。売るために。だけど、仮にゼオンでも何のリスクもないんで。だから、出さないことがリスクなんですよ。コンテンツビジネスはほぼゼロ円で全部作れるんで、で、利益上げられるんですよ。だから、 失敗といいう概念がないんですよだからやってないことが失敗であり、えー、やらない前に悩んでることが失敗であり <laughs> うんだからどんどん出しちゃえばいいと思うんですよね。でそこでうん売れるものと売れないものとか反応が分かってくるだろうしあこういう見せ方やったら売れたなとかあこういう見せ方じゃ売れないんだなっていうところが分かってくるわけですよ。 で、あとは市場で売られてる本の見せ方と自分のお客さんがマッチング必ずしもするわけでもないですし、僕はどちらかというと今、うん、吉谷拓郎の見せ方ですから、もちろんのパクってくるときもありますよ、見せ方としては。だけど、吉谷拓郎の見せ方です。だからもう、究極です。僕を見せてるんです。僕を見せてる。<laughs> 僕に光を当ててるんです。 もうあの髪の毛に光が当たって「モコみたいな <laughs> 嘘いみたいな僕に光をスポット当ててるので、うん、商品にスポットというか僕にスポット当ててます何で僕にスポット当ててるかっていうと僕にスポットを当てれば僕が出すものはほぼ売れるんですよ僕にスポットが当たってるんであ吉谷さんの出すやつだったら買ってみようかなっていうもちろんその あ全く詳しくなかった微妙な部分はありますよ。でも、ある程度ちょっと興味があれば、まあ、吉谷さんから買おうになるんで。うん。そう。だから、なんか本当あの、ありがたいことに、例えば、僕、あの、なんだ,なんだあ、今ないかあの。一眼レフとか買って、まあ、これ iPhone で撮ってるんですけど、一眼レフとかで撮って、まあ、カメラ買いましたねつって吉谷さんそのカメラ いいいいすすね僕も買いたいですアマゾンのアフリートリンクを送ってくださいって要は僕のアフリートリンクをクリックしたいみたいな <laughs> だからあの僕のアフリートリンククリックして買うのとえ普通に買うの一緒なんですよ値段値段一緒なんですよだから少しでも吉谷さんにあのいつも見てるしあのお世話になってるんで少しでもまあ還元いくんだったら吉谷さんのアフリートリンクもう踏ませてくれとき <laughs> ますからうん だからそれはその商品にスポット当ててるんじゃなくて僕にスポット当ててるからそういう現象が起こるんですよねうんまあちょっと高度かもしれないですけどまずはまあテストでいっぱいやってみるってことですねうんお客さんのニーズと世の中の市場のやつを、えー、こうじゃないかなっていうところをマッチングさせてあとは作って売る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 もうこ,のこれを経験するってことは大事ですはいということでいただいた質問に対して回答させていただきましたありがとうございます